どうも、よしひこです。突然ですが、皆さん、先日行われた、レイジプレイオフ、ご覧になられましたでしょうか？全体的に非常にレベルが高く、見応えがあったんですけども、今回はそのプレイオフの中で、特に上手すぎて震えたプレイを、いくつか紹介していきたいと思います。それでは早速、行きましょう。まず一つ目は、第3試合、RY 選手対梅干し選手の2戦目になります。ロキサス対ランプドラゴンなんですけど、ここの梅干し選手の育成プレイに震えました。5ターン目である点からドラゴン側から見る次のロキサスの動きがパスチャーポン置きになるかと思います。ハンドに冒険者が固まっており、一見冒険しにいたいレジーでパスチャーをケアしながら顔を詰めていくのが綺麗に見えますが、実はその場合次のターン育成の打ち先を確定で用意できるかがわからないので、例えばバーミンハンターで返された時など特に最悪の場合、相手の面にすら触れられず育成までも死に札になるケースがあります。ここで PP をうまく使い切るか、育成を吐いてドロスに変換するかの判断が素晴らしいと思いました。結果育成がさらにトップでつながり、次のターンのガンダゴーザ圏内にも入る。最高のプレイが最高の引きにつながった。本当に良い例なのかと思いました。続いて第5試合目、ソス選手対アールグレイさんの1戦目になります。ここも何気ない場面なんですけど、ソス選手の丁寧な盤面作りに震えました。おそらくここの思考としては、まずハレツナを中心に攻めたく、仮にそれを処理された場合いかにして後続でカバーするかを考えることになると思います。ラウラの効果はすでに2回起動しているため、このターンピューラプレイで次のターン自動進化までつながります。盤面に付き合う必要もないので、ハレツナ進化顔でせっかく決意までなければ勝てるタックをパッと見で考えていたんですけども、さすがプレイオフ進出者は思考のレベルが違いました。彼が取ったプレイはショーダウン進化アルザードでした。一見消極的なプレーに見えますが、実はこのプレー、せっかく決意を仮に持たれていたとしてもその後のケアが効く、まさに神プレーでした。わかりやすく説明しますと、石化進化で処理を行う場合体力が3しかないので、攻撃力3以上の相手に対しては下当たりになる特徴があります。ショーダウンアルザードの場合はショーダウンの出目が仮にどちらだったとしても石化の相打ちを強要できるため、少なからず後の展開の改善につながります。今回は起動2連射だったんですけども、これが魔導装甲士だった場合は決意のランダムまで持ち込めるため非常に良かったと思います。エルフクイーンを持たれていたのでうまさが伝わりづらかったんですが、石化対面の連動高さが伝わる非常に素晴らしいプレーでした。続いて赤式付箋したいルモイ選手の第1戦目。ここの場面、普通であれば誰もがラスネをプレイすると思います。しかしここで赤式さんはなんとラスネを選択せずにコールをプレイしました。一見ラスティナはアリアに対して相打ちを行えるため何も問題がないように見えます。おそらくこのプレイの思考としては、次のターンラスティナ進化マグナ隠しでアリアをトレードすることによって打点を効率よく稼ぐ、仮に石化で処理されたとしてもバウンスを許容できる、なければないでそのままラスティナ打点がかける2となって顔に飛びます。またエルフ側の対局界においてフォレストフェアリーでのコンシードがありますが、ライフが大して減っていない状況では効率が悪くプレイを控えがちになるため、追い風プレーターに干渉しドロー効果を強く使いづらくなると石化側の嫌がるプレイにつながります。こういうさりげない分岐にしっかりと気づけるあたり、普段からのレベルの高さが伺えます。続いて第8戦目、京馬選手対だるま選手の1戦目。ここも本当にだるま選手の非常にレベルの高い思考が見られました。突然ですが皆さん、この場面アルザード、ショーダウン、どちらをプレイされますか？正直どちらでもここから価値のビジョンは見えます。なんならここアルザードプレイで後のハレズナ進化を強引に通そうが勝ち筋して太くも見えます。しかしここでだるま選手はショーダウンをプレイされました。スカルが見えていたことから次のターンミスティックに対して処理を間に合わせるみたいな考えもあったのかと思いますが、よほどのことがない限りはハレズナ固定でのプレイになると思います。個人的に背徳に関しての知識が浅いというのもありますが、ここでアルザードの無限増殖バグじゃゲームが続かないことをきちんと判断し、ショーダウンをプレイされたあたりに冷静さを感じました。そして最後、引き続き京馬選手対だるま選手の2戦目。背徳の効果は起動済みでバールを強引に引きに行きたい場面です。結論から述べるとピューラからスタートされたんですけど、ここのプレーに震えました。残りライフも少なく十分相手をリードする圏内には見えるので、一見バールを引くしか勝ち筋がないように見えるんですけど、実はここトップがスカルかつピューラドローが顔に入ったらハンドの競争で勝ちの場面になります。先ドローを行う意識でどうしても低コストローカードからプレイしたくなる気持ちがあるんですけど、そこでしっかりピューラからスタートして最もリーサルの期待値が高い浮きを作れる、
一見さりげない場面なんですけど、その奥深さに震えました。というわけでレイジプレイオフで上手すぎて震えたプレーの紹介でした。今回は5つのポイントのみだったんですけど、どの試合を切り取っても盛り上がるゲームばかりだったので、興味を持たれた方は放送のアーカイブを見てみてもとても楽しめると思いました。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。ためになった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さらば。